はい、ありがとう整体の平野です。今日、来られた方ね、大変な頭痛持ちだということで、来られたんですけども、頭痛はもちろんなんだけども、本当にこう、胸がね、こう潰れた感じですね。典型的な、肩を巻き込んだ、胸を潰して、そして、頭が前に突っ込んで、こう首がすごいこう緊張している、状態。つまり、ここのこの、血流ね、酸素の流れが、非常に、狭窄されている感じがして、その方をですね、今日、手先からね調整して、そして、鎖骨、肩甲骨、またちょっと肩甲骨の、ね、新しい、調整法をね今日思いついたんですけども、それもやらさせていただいて、そして肋骨、そして横隔膜ですね、これも今日、調整に加えたんですけども、そこまで調整するとですね、胸がすごく開けるようになって、でそして鎖骨から胸鎖乳突筋、第一肋骨からね、尺八筋という形で首や頭にね行っている筋肉も緩むことでですね、こう頭の中がすごいすっきりしたというね声をいただきました。首自体に、直接ね、矯正は加えないし、頭自体も、今日は、いじっていません。そんな中でですね、今の、頭の中にこう生じるいろんな問題はですね、酸素、血液が、上に上がりにくい、そして静脈、老廃物が下に、降りにくい、そんな首の、この締め込みをね作っている、そこから始まっているのではないかなというふうに、感じ、ています。今日もですね、本当にそれをやった時に、頭痛がね、もう本当に頭がすっきりしてしまいました。で、3日ぐらい前は、鼻のねぐじゅぐじゅだった鼻炎がですね、同じようなここの、調整をすることでですね、通りが良くなって、あれ全然通りが良くて、なおかつ首も肩も楽だというね声を、いただきました。目の問題もですね、なんか施術が終わったらもう全然明るさが違います、視力の問題というよりもね、こう明るさが全然違いますという声もね、いただきました。これは目に酸素がいってなかったものがこう、酸素がねこう巡るようになって、パーってこうねこう目が活性化したということだと思うんですけども、とにかく今の現代人はですね、この首を本当にこう締められている感じ、非常に強くて、結局脳にね酸素がいっていか酸素がいかない状態、脳の酸欠状態、これはうつだとか脳梗塞だとか、そういったものにもつながっていくんじゃないかなというふうに、私は考えています。皆さん手指、使いすぎです。気をつけてみてください。